ピーダイステルズは19世紀後半から20世紀初頭にかけてデンマークで活躍した画家、版画家。同じくデンマークで活躍した画家、ビルヘルム・ハンマースホイの義兄にあたる。ピーダイステルズはデンマーク南部のロラン島の北東海岸にあるシェラン地域のグルボソン市にある旧サクスコビング市の所在地で商人の父、イエンス・ペーダイルステド、母。 ヨハネソフィールンドの息子として生まれる。1878年からデンマーク王立美術院で5年間の研究コースを終了し、1883年にシャーロット展望、春の展示会でデビュー。2年後、彼はイタリアを横断して、エジプト、パレスチナ、ギリシャ、トルコへの研究旅行に参加。その後、スコットランド、イギリス、オランダ、ベルギー、スペイン、モロッコ。 フランスを訪れ、文化賞の支援で、パリ万国博覧会開催中のパリへも旅行している。ビルヘルム・ハンマースホイとは、デンマーク王立美術院で出会い、交友関係を築き、1891年、イルステズの妹のイーダ・イルステズがハンマースホイと結婚。ピーダ・イルステズはハンマースホイの義理の兄となる。1890年と1899年に、エガスベア賞を受賞。 1893年から1905年にかけて、デンマーク王立美術院の助手となり、修復家として定期的に働き、1933年にコッペンハーゲンで亡くなる。ありがとうございます。